皆さんこんにちは、元ラットつくばです。今回は2016C650 スポーツカラーはライトホワイトの紹介です。初年の登録年2016年6月です。撮影してますのが2017年の11月なんですが、そうですね、まだ車検残はかなりある状態で、非常に車検の心配もなく乗っていただけるという感じになります。外装の状態は非常に綺麗なんですね。もともと前のオーナーさんは実はこのバイクセカンドバイクで乗られてたので、乗る頻度自体は非常に少なかったという感じになるんですが、走行距離に関しましてはキロということです。実際こう通勤というか用足でのみ、ね、使ってたぐらいで、ツーリングにあまりという話をちょっと、聞きましたが、そうですね、それにしても保管状況がいいので非常に綺麗です。エンジンの調子はもちろんいいです。もともとうちで新車で下ろしてずっとメンテナンスしてまいりました。バイクのその整備責任に関しましては、初回点検の後、そうですね、点検をちょっとやってた感じなんですが、ファーストバイクの方が結構乗られてたもんですから、こちらは結局2000キロ到達前に他の BMW 車に乗り換えという感じで、今回いただいてこのように認定中古車の初心者としてなりました。オプション関係です。ナビのステーですね、ナビゲーター5、現行ですとナビゲーター6というものがつきますが、そのステーのみいただいてます。ナビは実は使い回しされてたので、ナビ本体はちょっといただけなかったので、新たなオーナー様はナビの購入をお願いいたします。それとあとこのトップボックスになるんですけど、トップボックスとご紹介しますと、つけるのにまず必要なパーツは何点かちょっと必要になってくるんですが、何が必要かと言いますと、ここの部分なんですね。ここの部分ですね、ここに相当する部分なんですね。はい、今ボックスがついているとこの見える部分しかわからないんですけど、この部分とあと本体側も、一般的にはこのこれごとのいわゆるまとめてこう売ってるもんなんですけど、実際、これをつけるにあたってこの本体側のパーツと、あとそのカラーのパーツですね、この白の部分のパーツ、実は純正色ごとにこれがラインナップで揃っておりまして、ボディカラー白の場合には大概白のこのパーツを取り付けるわけなんですけど、例えばここだけ黒がいいっておっしゃる方もいるかもしれません。その場合ですと黒のパーツを取ることも可能ということです。並びにあとキーシリンダーですね、ワンキーのキーシリンダーのシステムになっておりますので、キーシリンダーを買っていただくと、本体側の車両側のキーといわゆるワンキー一体で使っていただけるということになります。あとこちらですね、お二人乗りが多かったのでバックレストですね、こちらのパーツがついております。はい、ちなみにこの中をちょっとご紹介します。はい、キーはこちらに入れていただいて、よいしょと、はい、押すとこう出てくるわけなんですが、ここまで引っ張ると、こういうふうな状態ですね。はい、この状態で、よいしょと、上がるわけなんですね。はい、これで実は持ち上げると、よいしょと外れるという構造になってるんですね。これごとちょっと上げますとこのように外れるということですね。はい、はい、こんな感じです。はい、これがこのパーツですね。ここにエンブレムがこう入ってる感じなんですね。はい、じゃあボックスがどうなってるかといいますと、ちょっと今開けてる状態なんですが、この状態でインナーバッグもこちらいただきました。この中非常に使い勝手もよく、このように使えるという感じですね。はい、
みんなバッグはずっとこんな感じなんですね。はい、まあ、それなりの容量があるというですね、ヘルメット1個ぐらいの感じでしょうか。はい、ここはそうですね、この蓋を開けるときにはこの中の内蓋の、その中にこうさらに押すところがあるんです。それを押しますとこれでこう開くようなシステムになってるんですね。はい、ボックスが付いてないとこんな感じのビューになります。はい、まあ、ということで今回 C650S のご紹介でした。ありがとうございました。